はいどうも皆さんこんにちは、ピオキングです。今日は久しぶりにねみんなでバトルやっていくんですけど、レートがね4826、ちょっと前回の動画から取り戻しましたよいや強いもんねみんな。でもね意外とね無言でやったら勝てるんだよね。そんなん言い訳だよって思うかもしれないですけど、意外とね無言で集中したらね勝てるんですよね。最近のみんなでバトルはねめっちゃレートが下がりまくりだったから、ちょっとね動画以外のところでもやってるとね意外と勝つことができました。それじゃあどんどんやっていきましょう。マリオ RPG いいね。マリオ RPG ってあのスーパーファミコンのやつでしょ。スーパーマリオ RPG、 まあそういうゲームあったよね。あれマジで神ゲーだから、そしよし、そしとかいた。よしこれは危ない。よしこのまんま行きますか。よし OK マジかよ、パックフラワー出てくんの。俺絶対今行けたと思った。よしじゃあそのまんま、まずこのアイテム絶対いるよね。いるけどどうしようどうしよう、まあいいや。これ最初こっち行くか。 OK でタイヤを取って OK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  で次は右 OK 勝ったよし、まあ、そんなに難しくなかったよねこのコース。でもね勝てた。やっぱアイテムがね必要だった。やっぱアイテムの重要性がわかるでこのコース。そういえばねみんな気づいた？アバター変わったんですよね。まあ可愛いかどうかは別として誰かねマリオカート、まあ、僕がねマリオカート Mii で走ってたらピオキングさんのアバターキボイみたいな感じのコメントがあったからちょっとショック受けてんだけど、いや意外と可愛いですよねこのアバター。俺自分じゃ結構気に入ってるんですけど。よしそれじゃあどうしようどうしよう。あなるほど、この音符を渡っていけってことね。はいはいはい、 OK OK OK。待って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 くれ待ってくれ、みんな待つんだ、落ち着け落ち着くんだ落ちいや無理でしょこれ。めっちゃ鍵ある。これ先取りだな。このコースは先取りした方の勝ちっていうコースっぽいな。だいたいさあの S プラスっていう人いるじゃん、6000超えの人。だいたい当たるとねその人勝つんだよね。どんだけ強いのって話だよね。まあ俺もね S プラス行く頃はめっちゃ強くなってんのかなってか、スライムがいる。あのキノピオスライムじゃん。あんなんできるの。コインを250枚以上取ってからゴール。よしオッケー、コイン条件、あコイン条件じゃないクリア条件は見逃しませんでしたよ。よしそれじゃあね250コインしっかり取っていきましょう。まあ250コインもあるからそんなに急がなくても多分大丈夫と思うんですけど、あ待ってこれスネークブロック、マジかよ。ちょっと待って、みんなでスネークブロック、これはまずいな。これちょっと待って、よしみんな協力していこうな、みんな。よしオッケー、これじゃあ俺は上から行ってみる、あえて。オッケー、多分上からで正解だったんじゃないか。危ない危ない、このつららは危ないな。でこれを右にマジかよ、ドッスンに乗ろうと思ったんだけどつららに当たって死んじゃうとか情けないな。まあいいや。あ待って、これどうすればいい。なるほど、ジャンプして渡ろう。でジャンプ、あこれもう俺無理なパターン。あえなんこれ、えなんこれ、いや無理でしょ。待って俺もスネークブロック乗しておくれ。よしキノピオ一緒に行こうじゃないか、投げるのとかはよしで一緒に行こうじゃないか。オッケー、よし俺はさっき行けなかったリベンジ、ここのドッスンのところを行こうと思います。オッケーで、あここに出るのね、なるほど。じゃあこのまま右に行こう、上に行く、 OK で猫まり猫まり、そしてブンブン倒すか、 OK そしてどうしよう、みんなこっち来ないでくれよ、みんなこっち来ないでくれよ、 OK あ待って待って、ここ危ない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 よし今ね俺がねゴール条件持ってるんだけど上に来ないでくれよ。オッケー来た、そして鍵で、でここにゴールがあるんじゃないの、これ右でいい、どっちだどっちだどっち、上、これで上でいいの、上良くないよねこれ、絶対良くないよねここ俺一人でどこ行ってんだって話だよね。こんなところにゴールとか絶対ないよね。さてどうしよう、上上上
待って、キラーが来る、キラーが来ちゃう。こっち誰も来てないだ。それじゃあ俺一人でのんびりと行こう。まだ誰もね、ゴール条件持ってないから、こっちがゴールであってくれ。あ、ルイージ来た、まずい、ルイージが来た。え、これこれ以上上行けない、行ける行ける、よし。で、右、なるほど、ここでワープブロックがあるのか。そして、よっしゃ来た。来たのはいいけど、ここどこここどこ、頼む、行き止まりとかはよしてくれよ。で、上に行く。嘘、行き止まり、あ、なるほど、ここで鈴が来るのね。オッケー。で、右に行く。あそこにね、右にワープブロックがあるから、よし、こっちだ、こっちだ、よし、オッケー。みんなから逃げるんだ、みんなから。え、嘘、上にキノピオ、あはは、最悪、ここで挟まれて死んじゃったよ。まあいいや、ゴールはね、どこにあるんだろう。ていうか、これどうすればいいの。俺一人でなんか行けないんだけど。これ嘘、ゴール、どこにゴールあったの、どこそれ。それじゃあね、気を取り直してやっていきましょう。まあ今日の動画はね、全負け動画っていうのはなくなるんだけど、もう最初の一発目に勝ってるからね。でもそれでも、それ以外負け続けても面白くないから、そろそろね、勝ちたいよね。最近の僕の動画じゃね、めっちゃ負けが多いけど、待って、これ右に思いっきりジャンプした方がいいの、どうなんだ。よし、ジャンプ、うまい、これはうまいぞ。なるほど、左のこの下に落ちていこうか。で、キノコを取ってく。そして、待ってくれ、勢いをつけなきゃ多分死んでしまう。あ、待ってくれ、どこゴール、あー俺目の前やんっていうか、最近コメントでもね、ピオキングさんはみんなでバトルより 1% 以下、まあクリア率がね 1% 以下のコースをする方が向いてますよっていうコメントもあったりするんだよね。みんなでバトルセンスないかもしれんレートの割には下手くそとか、そんなこともね言う人もいるし、まあ、そんなこと言わんでもよくないみたいな思うんだけど、これクリア条件フラワーじゃん、これ絶対無理じゃん、これもうどうしよう。まあちょっとルイージ上に行ってみる。あ、上行けないの、なるほど、これはじゃあどうすればいいんだろう。あ、なるほど、これみんなでやり直ししなきゃ絶対クリアできないパターンのやつか。よし、オッケー、俺は上から行ったぞ。よし、これは俺の独り占めじゃないのやった、よし、もう誰もみんな来ないでしょう。どうしよう、ここ上に行くか。よし、で、でそしてブロックに乗る、オッケー。そして右に渡る、オッケーオッケーオッケー。でどうしよう、これゴールできるの、あはははは、嘘マジかよ、ジャンプ惜しいな、もうちょっと、もうちょっとでね。あ、よし、オッケー、マリオサンキュー。そしてどうすればいいんだ、あ、危ない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 、死ぬとこだった、危ね。ルイージはやられてしまったな。で、次、俺はどうすればいい、あれ、あ、あ、あ、どうしようどうしようどうしよう、これどうすればいいんだ、ここ鍵がいるよね、これみんなでやり直ししなきゃ無理じゃないの。で、それじゃあね、全員リスタートっていうところから始めます。どうしよう、こう、そしてこれ、これみんな戻ってこなきゃいけないんですよね。で、これ上に行った人の勝ちなんだよね、もうもうこれ上に行った人の勝ちだ、絶対に。よし、オッケー、誰か俺を上げてくれこれは上に行った人の勝ちだ、みんなみんな俺を上に上げてくれ。よし、一番、そしてこれで右で、この辺で行って、三つ目で、みんなが来る前に行きましょう。あはははは、落ちたマジかよ、やばい、ルイージチャンスだな。よしよしよし、今今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 、よし来た、よし、ゴール条件奪った。あとはね、あのオンオフさえすれば俺は勝てるんですけど、オンオフしないな誰も。多分あのね、オンオフをするときっとゴールする感じになると思うんですよね。これはどうなんだ、俺が鍵を持ってるぞ、みんな、これ勝ち、
かな。どうなんだろう、結構際どいとこいますよね。よし来た、よし来た、これはゴールでしょ。ははやった。いや結構待ったよ今の。残りね40秒ぐらいまで何もできなかったからめっちゃきつかったな今の。でね、ちょっと話変わるんですけど、アバターがねめっちゃ欲しいんですよね。でそのアバターをねどうやって手に入れれるかググってみたんだよね。そしたら意外とストーリーモードをクリアすると結構手に入るよっていうことが分かったんですよね。だからねちょっとストーリーモードも進めてアバターをね豊富にしていきたいと思います。それじゃあ最初にゴールした人が勝ちね。よし、目の前にねカメックでかいのいるけど、これどうしよう。いや、あーなるほど、そう来るか。あれ、あ別にいいじゃん、何をビビってんの俺。よしオッケー、よし、マリオは緑に入った。じゃあ俺は赤に入ろう。そして赤ダメじゃん、危ねえ。よし、じゃあ緑でいいかな。あそっちあんの、なんかあピーがある。あピー捨てた、あらら、えそっち行けんの。てかよくみんなジャンプしていけたね。えマリオどこ行ったんだ。てかはい、それじゃあこれでラストバトルにしたいと思います。まあレート的にはねそんな増えてもないし減ってもないみたいな、まあちょっと減ってるかなっていう感じですけど、スプラトゥーン、スプラタック、スプラトゥーンみたいなコース、なるほど、こういうスプラトゥーンね、月層がいっぱいいるのかな。まあスプラトゥーンもイカだから、よし上から行く。オッケー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 、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ。よしこれは俺は上から行こうか、マリオ下から行ってるけど、よしこれ難しいぞ。えこれ下からの方が、下からの方が良さそうだぞこれ。あぶねえ、オッケーオッケー、これ下の方が有利じゃない、なんか。最悪だこれ、これ下からの方が絶対有利だ、下の方がなんか広いもん。それじゃあ今日のみんなでバトルはここで終わりたいと思います。まあまたねちょっと下がってしまいましたけど、まあそんなね大きく下がったわけじゃないから良しとしましょう。それじゃあまたね。